世界アジア東、アジア日本南日本南西諸島琉球諸島、琉球諸島は南西諸島の一部の範囲であり、定義は以下に2分される。従来の一般的な定義では、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島の総体とされる。2011年5月26日に開催された地名等の統一に関する連絡協議会に基づく決定地名では、 大東諸島を除く沖縄県全域とされる南西諸島及び周辺頭上記の通り2011年に日本国の公的機関により新しい定義がなされたため過去の経緯や文脈などにより用法の曖昧さについては注意を要する天モ群島沖縄諸島宮古列島八重山列島の総体とするものであるこれは かつての琉球王国の領土とほぼ重なり、現在の沖縄県の大部分を占める、天モ群島は、鹿児島県に属する、大胸太平洋と、東、シナ海の境をなす、大東諸島については、サンフランシスコ平和条約第3条で、北緯29度以南の南西諸島と規定され、また、沖縄返還に関する、日米間の条約の名称が、琉球諸島及び、 大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とされるなど、琉球諸島に含まない場合がある。ただし、日本と関係する国際条約においては通例、その条約における琉球諸島の具体的範囲が明文で規定されており、逆に言えば通例、条約が琉球諸島という用語の定義をするものではない。また、英語琉球アイランズの一般的意味は、 おおむね日本における琉球列島南西諸島の意味で使われている。また、この用語の範囲に尖閣諸島を含むかについては書論ある大東諸島を除く沖縄県全域とするものである。これは2011年5月26日に開催された地名等の統一に関する連絡協議会に基づく決定地名である地名等の統一に関する連絡協議会は 国土交通省国土地理院と海上保安庁海洋情報部との連絡部会である。前述の従来定義と比較して、鹿児島県の領域である、奄美群島を除外、さらに尖閣諸島を含み、大東諸島を除外することが明確化されている。同様な用語として、琉球列島や琉球湖があり、この定義は分野や対象、研究者によっても異なる。例えば、 工事園第六版では、琉球港、大墨諸島から台湾までとしており、地理用語集では、琉球列島と南西諸島を同義としている。生物学では、生物地理の観点から九州から台湾間の古城列島の亜熱帯地域、つまり、トカラ列島から八重山諸島まで島々を琉球列島と定義し、この場合も大東諸島及び尖閣諸島を含めない。 一方植物省などでは、大東諸島及び尖閣諸島も含める場合もある、トカラ列島の悪石島と小宝島間に分布境界線が設置されており、これを渡瀬線という、ありがとうございます。